怪我以外は病院行かないから。行かないよ、運動してるから。ストップ。あ、今日は待ってたよね。ありがとうございます。皆さん、今回の動画はね、タイトルにもサムネにも書いてあります。最近ね、黒人侍ジジュ好きですねっていう褒め言葉結構いただきます。嬉しいです。だってめちゃくちゃ好きジジュ。ただその他に、あいつ詐欺師やな。ジムで重たいのばっかり持ち上げて、でっかい体を作ったくせに YouTube でみんな視聴者を騙してる。要は俺 YouTube で自重の動画が多いからみんな騙してるんだって。だってここまで自重で作ったって思ってる人いる？フィットネス大会だって最強のアマチュアオリンピアまで出て、ファーストカールも呼ばれてね、これ自重と思ってる人いないと思います。ただどっちも褒め言葉と思っています。それでね、フィットネスっていうのは今日本で結構バズってるじゃないですか。もうフィットネスイコールかっこいい体、もう見た目も映える体、もうそういうばっかりになってて、ちょっと違うと思います。フィットネス、俺思うフィットネス第一は健康な体です。かっこいい体よりも健康な体。はい、ぶっちょいバキバキの体は健康な体って限れない。逆にちょっと言葉悪いんだけど、おデブ、ぽっちゃりの体は無健康とは限れない。中身は目で見えないから。でも中身をきれいにする、中身から元気にするっていうのは、俺思うのはまずは自重です。皆さん、他にも自重の素晴らしいところいっぱいある。50代40代真半ばの皆さん、俺も来週で44歳になります。もう遅いと思ってる。だからこそ運動してほしい。だから黒人侍と頑張ってほしい。だって30歳でね、筋肉の成長中止しちゃうから。基本的に。あとは1年あたり1キロの筋肉量を減っていくだけなんですよね。今チャンス。そしてジムに通う経済的にね、時間も大変じゃん。どこでもできる。どこでもジム。必要なのは、あなたの体だけで十分、健康、元気で生きていける自重トレーニングを出しています。それで理解してる皆さん、多分応援されてると思うんですけど、めちゃくちゃ感謝しています。40代半ば、50代、60代、高齢者の皆さん、見てほしいんです。俺は素晴らしいと思ってる理由あります。俺、怪我以外は病院行かないから。行かないよ。運動してるから。自重で元気、目覚ましもいい。そして風邪ひかない。そして自分の体でどこでもどんなシチュエーションでも元気に動ける。これからもこのチャンネル、上げ上げ。俺と同じ40歳、50歳の皆さん、もっと見てほしい。元気を取り戻すのは、黒人侍のこのチャンネルです。これからも。よろしくお願いします。おーす。